ようございます。おはようございます。エリさんとノリさんとノリ、はい、ノリくんです。のりさん、なんかすごいあのいろいろ行ってますよね、海外とか。あ、そうそう、すごい。何見た？あのね、オーストラリアじゃ、どこだろう、オーストラリア。オーストラリア行く途中、いろいろ寄り道したの。あの、うん、そうそうそう、なんか眠る、あの、なんだ、夜寝ながら見てるんで、ちょっと、あ、またもう一回って感じで。マレーシアとか、本当に、あの、国内でもいろいろ行ってますよね。ますよ、うん、すごい。沖縄だから最近見たのがタコベル。タコベル、そうそうそ う, そ う, そう、あれ分かる。 よかったですか。うん、分かる分かる。沖縄市のですよね。うん、大丈夫だって。ちょっと待って、なんかちょっと待って、怪しいにしちゃうからやめて。ここでカメカメ攻撃は だけどす分かるんですか、カメカメ攻撃。受けるだから。え、あの、のりさん、YouTuber なのって言ったら、違うってよって話。あの、コーヒーの機械でしたっけ、あの、あの子、何さんか分かんない。ふみか、あの、ふみちゃん、うん、うん、コーヒーのやつ売ったりしてるよ。あの、え、そうなんですか。私は YouTuber なのかなと思ってた。音楽もやってますよね。やってる見てますよ、なんか、うん、あれはお金にならないよ。いや、だけど楽しそう、なんかすごいなと思って。海外とかも全然ね、去年ニューヨークに旅行で行って、うんうんうん、オーストラリアは仕事みたいな、うん、なんか会議でお呼ばれされて、すごいですね。そうなので、あの、なんか朝食のシーンとか、あの、バイキングを見ましたよ。そうなんか、ね、羨ましい。なんか YouTube じゃお金になる。すごいですね。どうしよう、またなんか増えちゃったよ。せっかくいい体調で朝臨んできたのに、こういうのが増えちゃう。いや、食べてください。昼も夜も食べるからさ。そうだよね、気持ちだからね、答えないとね。何日ご滞在なんですか？明日帰る。もうなんか食べたいもの大体食べたんで。あ、そっかそっか。昨日ブエノチキンがやっぱりダメで、コッコロコって代わりの合わせのところ行って、はいはいはい、あの、すごいニンニクが。ブエノ食べたんですか？食べた、あれ大好き。すごい。じゃあ沖縄に来たらブエノチキンは食べたくない。あ、そうなんだ。どこか。ありがとうございます。じゃあ、また、うんうんうん、はい、ゆっくりしてください。はいはい。
エリさん、釣りに来たのかな。エリこれ見てないんだよな。隠れ来れたような。これ釣りに来たのかな。これとこれはあれだよね。はい、内緒ね。え、私もしょっちゅう流されてるってよ。餌あげたり見てる。餌あげたり投げたりしてほしい。釣る。もう大丈夫だよ、いよいよ。女どういう名人だろう。みんな釣りに来たんじゃん。あ、もうそう増えちゃったな。映るって映るって下は私も映れるさ。ごめん、気を使わなくて。みんな映りに来てたんだね、気づかなかった。何よ。顔乗せてほしいからちょろちょろ来てたんだ、見て。いや、わからんよ。私は乗せる人好きだからいいのよ。お客さんがさ、初めての人が来てからさ、私はいろいろ会話してオーダー、初めての気がしないっていうか、どうしたのって言ったから、YouTube もよく見るんですよ。すごい。そしたら私、親近感みたいにも覚えて、お客がさ、よかったじゃん。初めて、いや、よかったじゃないさ、私はそうなってるって知らないのに。チップがたくさん。違う、そういうものじゃなくてさ、まさか勝手に乗せられてる、知らんじゃん。ほら、襟映ってよ。どうして映る？え、世界デビュー。何逃げてんの？映ってるよ。あ、今、ごめん、今、ちょっと切り替えてなくて。あ、じゃあ、一回切っちゃおうか。みんなで。おはようございます。おはようございます。エリさんとノリさんとノリくんです。いつもお世話になってます。ぜひいらしてくださいって言って。あ、シーサイドおすすめなんで、ぜひ来てくださいね。あ、恥ずかしがり屋、恥ずかしがり屋のエリさん。ありがとう。一つのバンドがじゃないよね、さすがに。あれ？昼も食べて夜もご飯食べて、もう一度うるさいからあっちにも連れて行ったわけ。私ここにセクション。うるさいからあっち連れて出たの。で、最初があっちなのよ。ああ。したらあっちも聞こえるじゃん、中心で。ここでやるのはおかしいのよ。もう分からなくてさ。お客様感謝デーですから。そうなんだけどさ、いくらなんでもあっちからやればいいのにさ。タフだね。コザのライブハウス行ったらあんな感じなのかな。わからんか。小沢あんまり有名じゃないんだよな、あそこ。そう、小沢はなんだろう、観光の有名かもしれないけど、なんていうの、ほら米兵相手になんかビール瓶が飛んでくるようなところで毎晩やってるおじさんたちかなと思って、強えなと思って。こんなところで朝からやるぐらいへでもないっていう。あ、でもさ、夜まで一バンドがぶっ続けでやったのはすごいな。だから一応入れてよ、食事の期間も入れてではあったけどさ、もちろん何時間何時間、1時間ぐらいな。しかもあんまりそんなにわからないでもないので、もうみんな白気取りじゃないけど、うるさいし、そがらんさ、ちょっとボリュームを落としてさ、普通に聞こえるぐらいだったらさ、私オーダー見てくる、お客さんの声も聞こえないから、もう指差ししたりしてさ、もう私迷惑だったけど、それはドラムの人なんて朝からビール飲んでなかったかな。こんなキュッ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 ってスクリューキャップでこんなやってたけど、あれビールに見えたけどね。元気だね。うるさかったけどよかった。鳥が来た。うん、頑張るね。ありがとう。
大変危険です。
。